元気っすね。この時間から登るような人たちはみんな大抵本気の人だから、うん、めっちゃ舐めてる人たちみたいな服装になってる俺らが。自然だ、自然。これの XT4 にゼンハイザーの MKE200 を買ったのでつけようと思ったんですけど、あれは不良品なのか僕のあれが知識がないのか全くマイクを認識してくれず、うん、せっかく買ったのに残念だ。しょうがないので本体内蔵でいきます。あっちなんだ。え、あっちなの。入口はこっち。こっちはね、XT41です。1で、まあ基本1なんだけど、エコーリフトじゃなくて。お前何しに来たんだよ。1だとずっと舗装されてるんだよ、道が。そっちの方があれ、まあ、うん、大学の教職の授業、山登るの？あの特別活動論。え、山本当に登ったことないの？へえ、学校か。あっち行けばワープできる。山頂まで 3.8 キロ。まあそんなでもないですね。自然の音が久々に聞くわ。こんな YouTube の環境音動画しか。本当だ、いい感じにできてる。急勾配というか傾斜はきついね。舗装はされてるけど傾斜きつい。まあでも全然スニーカーぐらいでも来れるぐらいのあれだよね。ダッシュするの？なぜ？動く、すごい。振りまして。降りて。でも綺麗だね。から元気。方角的にはどうなんだろうね。高層ビル群が。それははっきり見えんだけど。あれ？すごいね。ああ、こっちの方が景色。こっち使われてるんだよ。すごい山がいっぱい。山がいっぱい。いや、ここで撮っちゃうと山頂からの景色の感動が切れちゃう。なるほどね。山頂あと40分って書いてあるから半分だ。あわかんなくて、なんか親睦かなって思った。いいね。だいぶ回復した。平坦だからね、ここら辺が。ごま団子有名だよね。高尾さん。知ってるわ。知ってねえで。そこまで賢くなんで IQ5 億って呼ぶよ。むさぼり、怒り、愚痴、えのの3つの煩悩を悔い改め、反省の心を起こす。懺悔懺悔って書いてある。え、当たってんのあれで。当たってんのかな、そのやり方。なんか優勝もや、あんま何もしない方がいいかもしれない。
おお、着いた。おお、着いた。山頂。富士山見えない。プールの方が下じゃん。あ、でもサマーランドじゃない、あれ。あっちは東京か。へえー、あれ八王子でしょ。我々は入ってるカレー飯。ちょっと分取らないでよ。ちょっと少しずつ入れてよ。いや、大丈夫、嫌のがあったかい？あ、あったかそう、あったかそうだよ。ご飯お店、始まるんじゃない。やったね、うまい。カレーの仕方なのかな。うん、お味はカレー。おいしい、おいしい、おいしい。君が願ってたことだよ、これは。まあちょっとね、形は違うけど、でもまあまあまあ、目標2022の目標1個達成だ。なくなるんだけど。それだけで足りる？足りないよ。下りますか。はい、下りましょう。もうだいぶ人が多い。全然汗かかない。ちょうどいいウォーキング。マリアがスイスイする。まあやっぱ iPhone でもいいな。iPhone でもいいな。終わり。めちゃめちゃ人が多い。あれだ、多分。あ、こっちだ。ん？あ、ここでいいのか。これだ。おお。すごいいいね。いいじゃん、なんか。グラックビュー。駐車場待ってないし。1200円。直通。あったー、やったマイキングか。
ばはあらかじめお味がついている状態ですので、そのまま召し上がってください。女性の方が80杯以上、男性の方が100杯以上召し上がりますと、岩手の民芸品でございますが、記念品と記録ノートをお記念いただけます。蓋を閉めたら終わり。はい、いきます。はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、どんどん、はい、どんどん、はい、どうぞ、はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、よいしょ、なるほど、3だっけ、数えてみて。俺4です。26、もう4分の1でしょ。まだ4分の1ならいいんだね。え？早くない？あと14回だった。無理やがきつくなってきて。ちなみに81です。9です。71？300m みたいな、あの酸欠に近いこう気持ち悪さがある。え、わかる？思えない。